はい、こんにちは。自営業専門税理士河南です。本日の動画でも一緒に確定申告について学んでいきましょう。 本日の動画はこちらの内容です。初心者でもわかる減価償却の処理方法について動画で説明していきたいと思います。本日の目次がこちらです。まず一つ目が減価償却の考え方について、二つ目が計算方法の処理について紹介します。この三つ目が節税につながるケースがあるんですけど、特例を知っておくこと、これが重要ですので、ぜひ動画最後の方までご覧になってください。では本日もよろしくお願いします。はい、それでは減価償却について一緒に見ていこうと思います。 そもそも減価償却ってどういう時にすればいいのかっていうのをまず説明したいと思います。基本的な考え方についてです。基本的に減価償却をする場合は1年以上を使用するもの。 ま、要は長期にわたって使用するものというのが1つ目のポイントですそして2つ目のポイントは買った金額が10万円以上のものもは原価消却をしなななけければいけなくなります一番わかりやすいのが身近で車だと思います車を買った場合例えば今回は300万円で車を買ったとしますそうすると例えばですけど確定申告というか個人事業自営業の場合ってここで1期ここが1月の1から12月の31ですよねここで1期というふうになるんですでもしこの車を買った時 に、ここに一括して300万円の経費をどんと上げてしまうとすごくそれぞれの年度の確定申告がアンバランスになりますよね。車って1年で買い換えるものじゃないじゃないですか。基本的に車というのは何年か乗って、また乗り換えていくまあ、焼却していくっていうことなんですけども300万円一気に経費に上がるものではなくてまあ、今年も乗るし、来年も乗るし、その次も乗るよね。っていうのが基本的なパターンだと思います。まあ、中にはね。もしかしてね。毎年。新車に に買い替えていくっていうような方もいらっしゃるかもしれませんけど基本的に皆さん一度車をご購入されたらまあ大体平均して6年ぐらいは乗るんだよね300万円のものを1つポンと買った時にここで一括して1回で経費に落としてしまうとあれなので何回かに分けていきましょうねというのが減価償却の本当に基本の基本的な考え方になります一番この車の購入の話を例えにするとわかりやすいんじゃないかなと思いますそれではね減価償却はどういう風な考えでされているかというのは ここで分かったと思うので次なんですけども計算方法について紹介したいと思いますじゃあこの300万円の車をどうやって計算して毎年いくらの経費にすればいいんですかっていう計算方法を紹介していきますね計算方法ですこちらは種類があります4種類ありますまず大きく分けて2つです定額法と呼ばれる計算方法と 定率法と呼ばれる計算方法です。定額法には旧定額法と定率法には旧定率法があるんですね。これややこしいんですけど、定額法の旧と定率法の旧とで4種類計算方法あるんだよっていう風になります。それが分かったところで次のページ行きましょう。次のページの計算方法はどういう風うにそれを計算しているのかっていうのを紹介します。ですけど今言ったように定額法と定率法大きく分けて2つあって、それぞれが旧定額法旧定率法という風うになっております。 9か9。じゃないものかを、えー、判断するかと言いますと、その固定資産まあ、10万円を超えるような資産をいつ買ったんですか？によって分かれてきます。平成19年の4月以降でしたら、定額法のこちらの計算方法、それ以前のものでしたら旧定額法で計算をします。よってことになります。定率法も同じくそのパターンで分かれます。大体えっ、ー、とたまに定率法出てくるんですけど、だいたい自営業の方ってまあ普通。 何か資産を買う場合が多いのでほぼほぼこれだと思ってください19年度以前に買ったものってあんまり もなかなかななね出てこないケースのはずなんですなので今回こちらの方は、えー、と分かりやすくするように全部説明してしまうと分かりにくくなりますので皆さん自分このパターンが多いんじゃないかなっていうこちらに絞って解説していきたいと思いますですので皆さんは平成19年4月以降にで10万以上のものを何かを買って手に入れて計算をしていくっていうパターンで、えー、今回の話が進んでいくと思ってくださいそして計算方法なんですけど具体的な得価格買った価格に消却率というのが決まっていてそれを掛け算し して今年の経費例えば車の300万円を買った消却率をかけてじゃあ今年の経費はいくらだよっていうふうに計算をしておきます。そしてさらにね、この 定律法というのは、この税務署の届出書が必要になりますので、皆さん、税務署の、ね、届出をしてまで定律法にしたいという方は少ないと思うので、今回、こちらの定額法のこっちのパターンです、ね。9じゃない方のパターンのみに絞って計算を説明をしていきます。定額法の計算方法です。先ほどの例でいきます。車を300万円で買いましたと。そして、対応年数っていうのがありまして、普通車は6年っていう風にルールで決まってるんですね。なので、今回、対応年数が6年。先ほど、計算の時にあに出てきたと。 思うんですけどちょっと戻りますね。この取得価格×焼却率で計算をするって先ほどね、計算方法で紹介したと思います。この消却率は6年の場合は0.167っていうふうに決まっています。これはね、あの調べれば出てきます。国税庁ね、これは何年で、消却率はいくつでっていうふうに決まってる表あるので、それを URL にね、貼っときますので、気になる方はそちらの方で確認してください。今回、車の場合は6年で、消却率は0.167っていうふうに決まってますので、こちらを使います。じゃあ1年目 の時はどうやって計算するかっていうと300万る0 1 6 7で、えー、細かいとこは、ね、あの切り捨てます、えー、50万円になりますねなので1年で300万の車を普通車で買ったら50万円 ずつ分けて経費に上げていくってことになりますで、1年目は300万買ったうちの50万だけ消却するので残りは250万ですよねこれを2年目3年目としていきます同じくその残りがどんどん50万ずつ減っていくはずですそして最後の年の6年目になりますと最後はえっ、ー、と5 0万ではなくてこちらですね499,999円だけ消却して1円だけ残します要は車を買ったっていう後をつけるために1円だけ残して消却をします 後の6年目だだけちょっととと違うってこと頭に入れといてくださいくさ毎年同じ50万、50万、50万っていう風に消却をしていけば原価償却というのは OK です。そして原価償却というのには特例というものがあります。この特例を知っておくと節税につながるケースが多々あるので皆さんぜひちょっとね頑張ってついてきてほしいと思います。原則が先ほどまで紹介したものです。取得価格が10万以上のものを原価償却していきますというのが原則です。そして特特例例です特例は2パターン あります1つ目の特例はこちらです。買ったた金額が20万円未満ででししら一括却していいですよというこの一括消却の意味合いがその1回じゃないのでお気をつけくださいこういう名前ですねそのルールの。じゃあ一括消却ってどういうふうに計算するんですかって言ったら3年間で消却します。 だから例えば本当だったら4年で消却するような20万円未満のものを買った時に4年じゃなくて3年で消却することができるよっていうのがこの特例の一つ目になります次の特例が大きいです2つ目の特例はなんですけど30万円未満の何かものを買った時ですね少額減価消却という特例が使えますよっていうことです こちらは30万円未満の場合は全額を必要経費にすることができるんですですから例えば20万円のパソコンを今年買いましたとそれをパソコンを原則を使って減価償却していってもいいんですけど例えば今年度、まあ、確定申告をしようという年今年利益がすごく出てしまったと何か節税したいなと思った時にパソコンを買った場合本当だったら原則で何年かに割って減価償却していかなければいけないところを特例を使うと 20万円のパソコンが一括して全額を必要経費にすることができるんですなので知っておいて損はないかと思いますそこで注意点なんですけどこんなお得な制度そのままね何にもなく使えるわけないですよね条件がありますその条件がまず青色申告の方のみになります ですので皆さん税理士や税務署の方はまあとりあえず青色にしときませんかとか青色の方がいろいろ特典についてお得ですよっていうのはこういうメリットがあるから進めてくるわけですねだから青色じゃなく白いの方は残念ながら使えませんのでお気をつけくださいそして全額を必要経費にできるとは言いましたけど上限がもちろんありますこちらは取得価格が年間300万円までの分だけが OK になりますそれを超えるる分はは全額必要経費にすることはでき ませんのでお気を付けください うまくね特例を使って節税をするっていうことは税務調査でね指摘されるようなことではありませんのであのきこういう特例があるんだっていうことを知ってまあ損のないね節税をしてくださいはい最後まとめと注意点です不可消却のみならず経理税金確定申告っていうのは例外があったりとか法律によって本当に正しがきがあったり正しがきの正しがきがあったりとするようなものです動画は基本的に自営業の方向けに出していますそのため例えばね法人の方には該当しないっていう言い回しもありますし ここが必要だなっていうポイントをかなり絞って説明してますので、もしかしたら例外になったり、自分の場合は当てはまらない場合がありますので、で自己責任でこの知識を使っていただければと。どうやって減価償却を実際の用紙に導入れすればいいのかって皆さん疑問に思うと思うので、来週の動画は実際の書き方を動画で説明したいと思います。確定申告の青色内訳書の3枚目の書き方を次の動画でやりますので、ぜひぜひご覧になってください。で、確定申告書の書き方は今シリーズになっていて、確定申告の入門編っていうのから確定 申告の知識編っていうの知識の土台をつけるっていう動画が2本出ております。そして今順番に出ているのがこの青色申告こちらの所得税の青色申告決算書の実際の用紙の書き方っていうので1枚目2枚目3枚目4枚目という風にシリーズになっていますので動画合わせてご覧になっていただけるとより理解が深まると思います。オンラインサロンの運営をしております税理士川南の会議室ということでオンライン上に税理士を味方につけれます顧問料よりね圧倒的に安い値段で非学生の完全会員制 税金や経理のビジネスの情報やまあ、YouTube や最近始めた TikTok の裏話なども載せておりますのであと質問や相談もオンライン上で受け付けていますあとは定期的に Zoom 会議でメンバーと私とセッションをすることができますのでぜひオンラインサロンね興味ある方は概要欄に URL 貼っておきますのでぜひぜひご検討くださいはいそれではぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いしますあと高評価ボタンのグッドボタンあとは感想やコメントいただけると本当に励みになるのでぜひぜひよろしくお願いします それでは本日も最後まで見ていただいてありがとうございました税理士川南でしたまたの動画でお会いしましょうそれではまた